とろりとろりやると、スースー滑る感じ、滑る感じで歩くと楽に歩けます。あんまりドサンドサンって歩かなくても歩くと疲れるんで、こうやって普通に歩いてます。じゃあちょっと足慣らしで向こうまで歩いてみます。で、気をつけてほしいのは、このこれはすごい怪我をしますから、この取り扱いには気をつけてください。で、これで例えば踏むと、もうずっと切れちゃいますので、それだけ気をつけてください。で、あとですね、スノーシューっていうのは基本的には雪の上がメインで、こういう氷の上はすごいちょっと不得意なところがあります。だから最初慣れない時にはできるだけ氷の少なくて雪のあるところを歩いてください。もちろんこれであるからつるんとは滑らない。